札幌市消防局予防部予防課防火安全係末永です。札幌市消防局から冬の火災予防のポイントをご説明します。今回のテーマはヘアスプレーや消臭剤、殺虫剤などのスプレー缶や鍋の季節に欠かせないカセットコンロ用のガスボンベです。ストーブ火災の原因としても注意が必要なスプレー缶やガスボンベですが、誤った使用方法や使用後の穴開け作業によって事故が発生する場合もあります。札幌市ではスプレー缶の爆発等によって負傷者が発生した事故が平成24年中に5件発生しています。これらの原因の多くはスプレー缶を捨てようと台所で穴を開けたところ、残っていたガスにコンロの火が引火して発生したものです。スプレー缶が急激に温められると、中に入っている可燃性ガスが膨張し、スプレー缶が破裂する場合があります。そして、破裂したスプレー缶のそばに火気があると爆発する可能性があります。スプレー缶はガスコンロやストーブなど、火気の付近に置いたり、直射日光に当たる場所には保管しないでください。また、スプレー缶をゴミとして捨てる際は、中身を使い切り、札幌市のゴミ排出ルールを守って捨てるようにしましょう。スプレー缶を使い切るためには、火の気がなく、屋外などの風通しの良い場所で、スプレー缶のボタンを押し、中身を出し切るまで繰り返しましょう。また、商品によっては付属のガス抜きキャップで中身のガスを出し切ることができます。使い方は商品によって異なりますので、商品に記載された使用説明をご覧になってください。ガスボンベにはガス抜きキャップは付属していませんが、
ヒートパネルというガスボンベを適度に温める機能付きのカセットコンロを使用すると、ガスボンベ内のガスを最後まで使い切ることができます。札幌市では、スプレー缶やガスボンベをゴミとして出す際には、中身を使い切り、穴を開けて捨てる必要があります。ホームセンターなどで簡単に穴を開ける器具が売られていますので、活用すると良いでしょう。穴を開けた後は、透明または半透明のゴミ袋に入れて、燃えないゴミの排出日に捨てることになっていますが、必ず燃えないゴミの袋とは分けて出しましょう。ゴミの分別や出し方に関するお問い合わせについては、札幌市コールセンターのファックスまたは E メールをご利用ください。なお、スプレー缶の穴開けに不安のある方は、各清掃事務所や消防署でも引き取りをしています。お住まいの近くの清掃事務所や消防署へお問い合わせください。冬の火災を発生させないため、皆様のご協力をよろしくお願いします。